さて、行くか。少しはマシになったようだな。本格的にしごいてやるとするか。後ろだ！うわっ！そんなに早いの、見えこないよ。見るのではない。感じるんだ。そんなことを簡単に言うけどさ、難しいよ。食事と睡眠以外はこの俺との戦い。覚悟しておけ。そんな。死んじゃうよ、僕。だったら強くなれ。この俺よりも。そして、6ヶ月後にやってくるサイヤ人よりも。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。お父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕事じゃないぞ。はい。くそったれが。